今この駒込駅にオスプレイが来ています。どうぞオスプレイさん来てください。オスプレイさん、オスプレイ持ってきてください。私がモテてあげるから、はい、一言スピーチ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。じゃあ、はい、時間です。ついてあがっても落ちるかもしれない。落ちるかもしれない。今日はオスプレイを持ってますけども、今日はちょっとオスプレイとは違うことを話しさせていただきたいと思います。実は私、日暮里の方の送電鉄塔を設計するメーカーの会社で働いてるんですけれども、実は今月の20日をもちまして今の会社辞めることになりました。どういうことかと言いますと、私たちの会社取引先は東京電力 100% の子会社東電設計と取引をしております。それが東京電力から発注された仕事は東電設計という子会社を通じまして、各電気鉄塔メーカーへ下ろされるということになって、それで私たちの会社もそれで保ってきたわけなんですけれども、最近突然東京電力がその東電設計の経営に口を出しまして、すべて送電鉄塔などの業務をできるだけメーカーに出さず、うちわの会社だけでやるようにという指示が出てしまいました。その結果、私たちの会社お仕事が途絶えてしまいまして、それでもう次々と首を切られまして、というか自主退職もあるんですけども、私もその一人となってしまいました。で、その結果東京電力の子会社である東電設計、どんなことが起きたかというと、仕事が集中しすぎて自社の社内で飛び降り自殺、過労自殺をした人まで出てしまったという状況なんです。で、そういった状況でメーカーにお仕事を回さず、うちわで仕事を取り込み、どんどん収益を貯め込み、そして東京電力と関係のない関西電力にまで融資をしてあげ、その先ではどれだけの人間が路頭に迷っているか、そういうことをしてはばからないのが東京電力ということです。で、今東京電力、東京ガスなどが電気事業を配電をやるようになりましたけれど、今度東京電力の方は、例えばガスですと日ガスですね、あれ東京電力系なんですけれども、あの手この手で東京電力へと電力の小売り取り戻そうとしています。そういう保証も踏み倒し、下にくっついた会社を次々と潰し、それで何の恥も恥ずかしげもなくそれをやってのけているのが今の東京電力ということなんです。で、その自殺といった騒ぎもメディアに圧力をかけたんでしょうか、これほどの事件がどこにも報道されなかった、それが東京電力の本質だということをここでお話ししておきたいと思います。ありがとうございました。大丈夫なの？私は違うところへ介護の仕事やテレ職に行きましたからいいんだけど、うちの連中のとこに迷うことになっちゃってます。ごめんなさい、ノーマーキタクアクションのメンバーです。今のように、2つさまざまなところで不当解雇だったり新たな解雇に遭っている人が大勢いらっしゃいます。で、私たち昨年の10月1日から消費税が増税されて、本当にこの景気が悪くなっていくっていう中で、やはり消費税増税はいけないという思いでずっと運動を続けてらっしゃる、今日川端さんが来てらっしゃいますので、川端さん次のスピーチをお願いいたします。お願いいたします。